今日から本格的にね、はい、集結グラム旅、はい、始まりますけど、はい、今日はあの究極に集結エンターテインメントもあります、うん、そっか、エンターテインメントだ、はい、でまあ、日村さん2015年はニュースタイル日村みたいなこともラジオで島田秀平さん言ったんで、うん、もうちょっと島田秀平のアドバイス旅になっちゃってる、そうです、ね、今度そういうのもいいかもね。だから紅白出場したってやっぱすごいと思うんですよね。いや島田ね、実は紅白だけじゃないんだよね、結構ね、うん、毎年バシバシ当てて、ね、うん、はい、でも占いに乗っていくのは女子も好きだしね。確かに占い好きでしょ、ね、女子ね、だってそれこそ埼玉っちも占いによって、埼玉っちがあんな大事になると思わない。新しい埼玉っちもね、新しいっていうの、なん、コバトンと埼玉っちはお友達というか、お友達、そうかそうか、埼玉っちもいろいろ活動してるみたいよ、うん、はい、いやでもまあちょっとあれっすね、ちょっと腹減っちゃったですけど、いやそれはね、もちろんニュースタイル日村みたいな人今日作ってってもいいかなと思ったんですけど、お飯の前に、もう飯の前には早い、山崎ちょっと髪型変えてみるとか、いつもより、え、切る、バリカン、バリカン戻らないやつじゃんよ、ニュースタイル日村って、そのサイドバックはね、まあオールドスタイルで、逆に言うと俺からしたら10代、高校時代はね、ニュースタイルかな、え、これ脱いじゃっていいってこと、そうですね、今日はサイドバックとかしてみてもいいかなと思ってサイドバック憧れ人間ですか。それこそこの間ラジオで言ったじゃないですか、プライベートサイドバックで仕事の時はおかっぱって言ってた、そんなことよく知ってんな、なんでまあほぼバラシプライベートみたいなもんなんで、はい、こっちはプライベート仕様にするってこと、はい、じゃあちょっとやってみます。そう言ってもあんまやったことないんだよ、自分の力でサイドバックなんて、俺もう今あります、はい、おうおう、サイドバック日村ね、助手系ってサイドバックかな海綺麗、あー気持ちいい、信じらんないよね、3時間ちょっとでこんなとこに来れるなんて、まあなかなか自分じゃやらないけど、週末そういうので来るってのはいいかもしれないね。出ないのサイドバックって、だってそういうことでしょかっこ悪いな、この感じすごいよね、やっぱなんかあれなんかイメージしてたのと違う、ね、いや俺も違うんだよよくやり方わかんないんだよ、なんかもっともあのふわっとしてるやつをほら昔からのあの、いや俺もそう思ってたんだけど、なんかなんだろうね、おじさんがすごいおじさんがすごい感じいや今ちょっと急いでこれやんなきゃと思って、とりあえずやったけど、ちょっともうちょっと後で真剣にやるけどさオープニングとしてまずちょっとサイドバック見せないとと思ったの、なんだろう、おじさんがサイドバックしてるみたいないやそのままよ、だからそのままよ、43の人がサイドバックやってるのなんかサイドバックって感じじゃない、ね、あそうね、ちょっと後でやるやるやる、一回カメラ止めたらいいですね、そのニュースタイル日村もなんだ、いや俺これでこのグアムの街はやだ、出たくないんだけど、なんか地元のプラモデル屋さんのなんでよ、なんで地元のプラモデル屋って、その考え方でグアム出たくないかもしれないですけど、まあこれとしまず朝食を食べにやった、うん、行こう、その移動手段が今回オープンカーで、あー、はい、いいね、はい、旅行になるからなんかオープンカーで、はい、今回運転はないんですけど、あ、あそうなんだ、はい、ベガススタイルベガススタイル、ベガスのオープンカー、今のところハワイ、グアム、グアムもやった、ベガス、ベガスやった、サイパンやった、あれはサイパンやってないんだけど、サイパンやってない、あとはまあティキとか乗ってるけど、ティキじゃねえや、あのティキ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 タイのタイのティキ乗った、もうティキ買いすぎたって、もうティキの王様なんだろ、すげえ買ってるんだから、この番組から発生すると皆さんのおかげで一緒に行っちゃうからね、ラインできたんだよ、ね、適用だから、適用だから、今度写真撮ってきて、あの全部買ったのいい、あいいよいいよいいよ、うちのリビングに置いてあるからいいよ、まあ早食、うん、早食、朝食を食べに、早食かわいい受集結論、はい、はい、まずオープンカーの方にオープンカージャンプしますか、はい、いよいよバラティビ始まりますから、はい、はい、さあじゃあスタートだ、スタートだ、バラティビー、グアム、はい、スタート、アイジャンプどうしよう、やおい、来た、出た、これカマロです、カマロ、はい、トランスフォーマーのやつ、そうそうです、かっこいい、いいね、
バナナ TV。 朝食は海で食べようかなと。いいえ、わあわあ、やっぱいいね、オープンカー最高だ。出たよこれ。日村さん拠点グアムにしたらいい。終わらないなと思っちゃう。いやいや、ちょっと今回予定変更で